静岡市立清水第二中学校は、静岡県静岡市清水区に所在する公立中学校。静岡市立第二中学校は、1937年3月28日、清水市の尋常高等小学校各校の高等科を分離独立させ、清水市立中愛高等小学校として設立された。その後、1941年4月1日、 国民学校令により、清水市立中愛国民学校と解消。第二次世界大戦後の学生改革によって、1947年4月1日、清水市立第二中学校となった。2003年4月1日、清水市と静岡市との合併により、静岡市立清水第二中学校に解消され、現在に至る。1987年10月頃から、 清水市立第二中学校は翌年の卒業アルバムの制作に取り掛かった。高速に違反する髪型や服装をした約10名の生徒に対しては正して写真を撮るよう指導したが、そのうち男女4名の生徒は是正を拒否。提出期限の1988年1月末になっても応じなかったことから学校は生徒たちの顔写真を 花壇の花の写真に差し替えて卒業アルバムを発行した。卒業アルバム事件は新聞各紙で報じられ、同年3月31日には参議院法務委員会で取り上げられるに至った。橋本厚氏は同委員会で第二中学の措置は人格権の侵害であり、児童検証違反であるとして当局を追求した。これを契機として文部省は方針を180度転換。 同年4月25日、文部省初等中等教育局長は、都道府県教育委員会、中等教育担当課長会議において、校則の見直しを教育委員会に対し指示した。校則を最小限のルールに留めること、児童生徒の自主性尊重などが促された。大きな施設としては、北校舎、南校舎、体育館があり、その他運動部の部室や、 倉庫などがある。北校舎は4階建て、南校舎は3階建てとなっている。体育館に関しては、1階がトイレや武道場などで、2階が大きなアリーナとなっており、3階にはアリーナが見渡せるスペースがある。空調設備は、職員室、保健室、コンピューター室などに冷暖房があるのみ、敷地内に2箇所、テニスコートがある。ありがとうございます。